こんにちは、谷地です。今日はですね、8月5日、水曜日朝の何時かな、9時半ですね。僕はね、朝いつもね4時半か5時に起きるんですよ。もうおじいさんみたいな生活でやってるんですけど、なんでそうなったかっていうとね、結局夜寝るのが早いんですよ。単純にね、9時半か10時ぐらいにはもう寝てますからね。なんて言うんですかね、やっぱね、夜起きてるとね、コスパが悪いんですよね。電気はつけなあかん、エアコンはつけないかん、なんだかんだでね、コスパが悪いというか、結局酒も飲んでしまいますし、あんまり体に良くないというかね。で、朝方になってくるとね、やっぱりね、朝起きたらまず窓を開けて外で深呼吸したらめちゃくちゃ気持ちいいですよね。皆さんもやってみてください。5時ぐらいに窓を開けて深呼吸してください。真夏なのにすっごく涼しいんで、はい、それが快感になってね、いつもやってます。別に大して意味はないんですけどね。まあ朝が好きになりましたね。はい、そんな話はどうでもいいんですけどね。今日は何の話をしようかな。一人喋るって難しいですよね。やっぱり友達と一緒になんかこう喋るのが見よっても面白いかな。僕一人じゃつまんないと思うんですけど、ちょっとお付き合いください。僕はですね、野球をずっとね、小学校の時から大学までやってましたね。それでね、野球で成功したこともいっぱいありました。少年野球の時は背がね160センチぐらいあって、一人だけでこう飛び抜けてたんで、阿南ではもうほとんど負けませんでしたね。優勝5回ぐらいしてました。はい。でも中学校行くとね、急に背が伸びなくなって、全然活躍できませんでしたね、中学校では。はい。まあ、先輩後輩の厳しい壁もあって、僕は結構生意気だったんで先輩に目つけられていて結構やられましたよね。はい。で、まあ、中学校3年間はもうきつい思い出しかなかったですね。僕も転校していったんでね、福井から立花に転校していったんで、ちょっと友達もあまりいなくて寂しい思いしたんですけどね。でもね、野球がしたくて行ったので、辞めるわけにはいかなかったですよね。はい。まあ親にもいろいろ迷惑かけましたし、苦労かけたと思います。はい。でも今ではね、感謝してます。僕の無理を言ってね、阿南2中に行かしてくれたっていうことがすごくありがたいと思っております。まあ、それからね、2中で3年間野球してたんですけど、結局ね、3年の時に進路でぶち当たるんですけど、僕は本当は池田高校行きたかったんですよね。やっぱり池田のユニフォーム、真っ白のユニフォームを津田監督のもとで野球がしたかったんですけど、それも夢叶わず。どうして叶わなかったかっていうと、中学校の時にね、最後の夏の総体っていうのがあるんですけど、その時に阿南2中がずっと優勝してたんですけど、いつまで、ずっとね、その総体に限って阿南1中にね、接戦で負けまして、僕らは総体で1回戦で阿南市で負けるわけで、そしたら夏が暇なわけですよ。で、その暇な時に陸上の先生から、谷一足が速いから陸上しないかということでお誘いをいただいて、そしたら 100m 11秒3ぐらいで走ってね、徳島県でトップになったりとか、もう自分もね、これ陸上の方が向いとんちゃうかって思ったこともありましたね。はい。でもそれもそうも続かず、それで三種競技 A っていう種目にね、変わったわけですけど、それでまあ徳島県1位になってですね、まあ、全国大会行くわけですけど、その徳島県の予選でですね、 100m のゴールで、ぶちこけまして、でここ鎖骨を折りまして、それが致命的になりまして、池田高校に行けなくなりました。池田高校のセレクションっていうのがあったんですけどね、そのセレクションに行けなくなりました。はい。で、津田監督にも、もう谷地はいらないということで断られました。そしてまあ、あと鳴門商業とか、今は亡き鳴門商業、徳島商業の監督さんにも誘っていただきました。本当にありがたいかったんですけど、僕はなぜか小松島西高校を選びました。小松島西高校を選んだ理由としては、やっぱりね、ピッチャーで、すごい140キロ、その当時140キロ投げるピッチャーってほとんどいなかったんで、
高井さんっていう方がおられたんで、そいつにかけてみないかという宮沢武監督のお誘いがありまして、で谷口君の足が欲しいんだと、松西の野球を変えてくれと、うん、いうことですごく感銘を受けましてですね、それとも一つ上の先輩に島崎さんっていう方がいらっしゃいまして、まあ、その先輩もよくしていただきましたので、あの松西に進みました。はい、他にもね、明徳とか人生とかいろいろねお誘いいただいたんですけど、うん、やっぱりね親元を離れたくないというか、甘えん坊の僕ですんで、ずっと田舎で降りたいと、うん、立ち花でずっと降りたいということで、松西に汽車通学で通うことになりました。ほんで汽車通学で通ったんですけど3年間、やっぱりね朝早いし夜遅いんですね、汽車って。ですごい不便でした。あの時に寮生活だったらどうだったのかなって今でも思いますけど、やっぱり通えたから良かったのかなと思います。はい、それで甲子園に3回も行けるようになりまして、2年の春、3年の春夏と、3年ではキャプテンをさせていただきまして、本当にありがたかった、いろんな経験をさせていただきました。まあ、キャプテンっていう重責もありまして、すごく精神的にも病んだ時もありました。はい、もう野球が嫌になる時もありましたけども、高校3年間はすごく楽しい人生でした。僕にとってはすごく輝いた3年間でありました。僕が選んだ小松島西高校という選択は間違いでなかったと今でも言えます。はい、それでね、高校卒業して、大学に進学するわけですけど、大学に進学した時に、東京のね東洋大学っていう大学を推薦でね、入学させていただきまして、それも本当にありがたいなって思いますけど、実はね僕ね本当は就職したかったんですよ。大学は興味なかったんですけど、でも大学に行けるということでとりあえず行ったんですけど、それが失敗でしたね。1年間だけ行って2年生に上がる前に辞めさせていただきました。なぜ辞めたかっていうと、そうですね、野球がもう楽しくなくなったということがまあ一番かな。それまではね野球が楽しくて、やってたんですけどね、なぜか朝起きるともうじんましんがいっぱいできる、頭が痛い、腹が痛いっていうのが毎日繰り返されまして、でも検査を受けても何もどこも悪くなかった、結局はメンタルから来たのかなって、嫌なことを続けてると体にも悪いのかなって思いましたね。でも4年間やり続けた方が今では良かったのかなとは思いますけど、もうその時はもう嫌で嫌で仕方なくて、体が持たないと思ったので辞めさせていただきました。はい、まあそれからね、香川県の琴平っていうところに、一人でね5000円札を握りしめて汽車に乗って行きましたね。はい、で汽車に乗って行ったんですけど、で琴平グランドホテルっていうところが僕を雇っていただきまして、本当に今でもね僕パチンコ屋の住み込みでいいからと思って働きに行きたかったんですけど、そこの、職業安定所、高松のね職業安定所の方がですね、あなたはパチンコ屋よりホテルが向いてると、観光ホテルで、やってみたらどうってすぐ電話してくれて、で電話してくれたのが琴平グランドホテル近金社長、はい、今でも覚えております。社長のね三つ揃いのスーツを私にくださいまして、これを着て明日から出勤しなさいと、はい、本当にあの時はありがとうございました。感謝しています、近金社長。その後何も感謝の気持ちをお伝えできず本当に申し訳ございません。でもこうやって一生懸命やっておりますんで、本当にあの時の恩は忘れません。はい、そしてね、まあ1年間働いて、修行してですね自分の家業を手伝うわけですけど、もうそれからも約30年ぐらい、30年25年かな、22、3から今の仕事してますんで、はい、まあなんせいろいろありました。今年で49歳迎えましたけど、もう本当にね山あり谷あり、
人生ってね、いい時もあるけど悪い時もあると、そう思って、これからもやっていきたいと思います。今は多分どん底な状態なんでね、もうこれから上上がるしかないと思って、日々暮らしています。はい、まあくよくよせずにね、毎日をね、ポジティブに朝早起きして、こういう風にね動画撮影楽しんでね、楽しいことを一生懸命やると、はい、それが僕のポリシーなんで、嫌なことはやらないと。はい、ですからね、今体調もすごく良くてね、人生充実しています。はい、皆さんもよかったらね、僕と一緒に動画撮影しましょう。楽しいですよ。まあ編集がね結構大変なんですけど、まあ、あの編集はね簡単でいいです。そんな難しいことしなくていいと思います。自分ができる範囲内で編集はしたらいいと思います。大事なのはね、誰か一人でもいいので、自分のビデオを見て、よかったと思ってくれる人が一人でもいたらそれでいいので、誰かの役に立てればいいと思いまして、動画をアップさせていただいています。はい、それではちょっとあとはね、僕トレーニングして、帰りますんで、またお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。